こんにちは、有村ラカスミです。シーチキン食堂の新 CM が完成しました、えー。今回の作品は、朝食でシーチキンからタンパク質を取る朝ンというのがテーマになっております。えー、CM の中で、えー、パクパクと、えー、私も食べさせていただきました。とても美味しかったです。えー、今日は朝ンパクトという、えー シーチキンを食べて、で、それで朝から元気になるという、まあ、撮影内容になってるんですけどで、その中で自転車を漕いだりとか、ちょっと公園でアクティブに動いたりとか、えー、皆さん暑い中、えー、大変だったと思いますが、無事に撮影が終わりました。えシー、C、チキンでタンパク質、えー、ぜひ皆さんも朝タン生活を始めてみてください。有村架純でした。